本日はタイ空軍に手ひどくやられた中国空軍グリペンが視界外戦闘で SU-27 に圧勝について話していきたいと思います。それでは行きましょう。まず中国が演習に参加させた SU-27SK は中国では J-11 と呼ばれており、大きく分けてロシアから部品を輸入し、中国で組み立てた A 型と中国で国産化された B 型があるが、どちらが参加したのかについては不明だが、1980年代にソ連で運用が開始された SU-27 の海外輸出モデルで、多くのダウングレードが施された機体だが、空中での優れた機動性は健在だ。ロシアでは適時アップグレードを施しながら使用し、 SU-27 の発展型 SU-35 を開発するなど、機体も性能も進化を遂げているが、中国の SU-27SK は大規模なアップグレードが受けておらず、少数に対する限定的なアップグレードしか行われていないため、電子機器をアップグレードしたグリペンの最新型タイプ C を装備するタイ空軍に手ひどくやられたというのが実態だ。結局中国の SU-27SK はタイのグリペンに手ひどくやられてしまったが、この結果は将来の空中戦闘がますます視界外で行われることを暗示しているのかもしれない。中国やロシアは戦闘機に搭載する空対空ミサイルの射程距離を延長することに積極的で、すでにアメリカが使用する AIM-120 の射程を大きく超える PL-15 や R-37M を実用化しており、電子装置やレーダーについてもアメリカが安心できるほどの性能差はもはや存在していない。アメリカも中ロの長射程化した空対空ミサイルの脅威を感じており、これをミサイルギャップと呼んで、新しい空対空ミサイル AIM-260 の開発に取り組んではいるが、まだ開発の初期段階にあるため、実用化されるにはもうしばらく時間がかかるだろう。中国は PL-15 に満足することなく、ヨーロッパが開発したラムジェットの一種、ダグテッドロケットを採用し、マッハ 4.0 プラスの速度と長射程化を実現したミーティアの中国版、PL-21 の開発実用化を行っており、そろそろ本格的な運用に入る可能性が高く、米中間のミサイルギャップは簡単に埋まりそうにない。そのためファルコンストライクで起こったことがアメリカと中国の間で再現されない保証はどこにもなく、これは東シナ海で中国と問題を抱える日本にも言える話だ。いつどんな時でも私たちの住んでいる日本を支えているのは自衛隊なのです。動画をご視聴いただきありがとうございました。これからも速報で皆様により良い動画をお届けします。今回の動画で感じたことや知りたいことをどしどしコメントお待ちしています。最後にチャンネル登録、グッド評価もよろしくお願いします。おすすめ動画やチャンネル登録ボタンも載せておくので、ぜひともよろしくお願いします。